おはようございます。工場団の河野です。工場団ラジオはお城好きが集まるコミュニティサイト工場団がお届けするポッドキャストで、最近報道されたお城や歴史関連のニュースをざっくり紹介する番組です。2022年4月25日は小田原城周辺で武者行列再開、安土城天守などを AR で復元、大改修の岡山城漆黒の壁現れるといった話題でお届けします。今日これ撮ってるのは日曜日なんですけれども、昨日は榎本先生と一緒にナンバー2の日本史という先生の最新刊についての、ライブ配信を行いました。見てくださった方も、いらっしゃるでしょうし、これから、アーカイブでご覧いただく方も、いらっしゃるかと思うんですけれども、今回はそんなに長くはやれないというかやらないっていうふうに決めてたので、大体1時間半ぐらいで無事に終わったというか、1、2時間の予定だったので、ちょうど間を取ってというか、うまい具合に、1時間半で収まったという、感じですかね。いろいろとチャットの方でコメントもいただいたので、そういうのにも、反応しながら、遅れたので、これで、なんとなくですけれども、ライブのなんだかやり方というか、その勘どころみたいなのは、この間の、8周年記念ライブも含めてですけれども、ようやくつかめてきたかなと。つかめてきたというよりも、その、ライブ配信中に、チャットのコメントを読む余裕が出てきたっていうのが、正確なところかなと思うんですが、次やるとき、多分夏休みとかに、続100名城をやるのか、また別の、ネタでやるかわからないんですけれども、数ヶ月に1回ぐらいのペースでは、ライブ配信をやっていきたいなとは今のところ思っているので、また次のときは、もうちょっと、余裕を持って進められるかなと。今回ちょっとカメラの設定を間違えたのか、画面が非常に暗くてですね、原因がよく分からなくて、始まる前にもちょっと暗いなとは思いつつも、時間も来てしまったので、これでやるかと、やったんですが、ちょっとまだ今原因が分かってなくて、次の時までには、しっかり原因を特定して、逆に前回のね、8周年の時はそんな暗いわけじゃなかったので、前回と今回で多分間違ったんだろうと思うんですけど、そこをちょっと、特定して、ちゃんと準備を、次は、しておこうと、思います。で、内容はね、動画を見ていただくのが一番なんですけど、番組中でも触れたんですが、変と乱の動画、あれを4時間ぐらい、先生に付き合っていただいて、ほぼほぼ僕が調べてきたことを一方的に話すという動画だったんですけれども、あれが今回の、本を作る上では結構いいヒントになったというか、いいこの何ていうか土台というかね、下支えになったみたいなことを、おっしゃっていて、で、それは何ていうか、ありがたいなというか、一緒にやったその甲斐があったなと。先生にはノーギャラで出ていただいているので、何かしらね、その、少しだけでもこういう、ネタというかね、そのヒントをお出しするということで恩返しができたのであれば、よかったなというふうに思ってます。あとね、藤原氏の歴史とかもまだ公開できてない動画が、手元にあるんですけれども、その辺の、動画を作るために調べていただいた情報、藤原北家の、とか、四季家とかね、そういう四家の、ネーミングルールというか、どういうふうに、なんで東西南北って分かりやすくつけるんじゃなくて、四季家とか、そういうその、名称がついてんのみたいなことも、事前に、藤原氏の番組を作るときに調べていただいたので、そういうのも本の方に、反映されてたりですね、読んでると、
まあ、僕しかまあ気づけないとは思うんですけれども、僕が読んでると、あ、これあの時に調べたやつだなみたいな、調べてもらったやつだし、僕が逆に調べたやつだなとかっていうのがあったりして、まあ、それはそれで面白かったし、まあ、もうちょい時間があれば、まあ、そういうのを逐一、まあ、拾っていくのも面白いかなとは思ったんですけども、ちょっと本題と、ずれていってしまうので、まあ、やっぱり本の PR という意味では、まあ、しっかりナンバー2の人たちのことを紹介しようというふうに話は進めました。今日はなんかね、ニュースが結構多いので、まあ前置きはこの辺にして、早速ニュースの方に入っていきたいと思います。最初のニュースなんですけれども、東京新聞のサイトにあった記事で、3年ぶりの開催、来月3日小田原城周辺で武者行列というタイトルで、本文の方が5代続いた戦国大名小田原北条氏を顕彰する小田原北条5代祭りは、今年北条5代歴史と文化の祝典に名称を変えて5月3日小田原市の小田原城周辺で開催されることになった。コロナ禍のため2年続けて中止や内容変更をしてきたが、呼び物の武者行列は規模を縮小し3年ぶりに実施する、市観光協会が明らかにしたという、まあ、内容なんですけれども、小田原北条五代祭りっていうのは、まあ、なかなかでかいイベントでして、で、まあ、これまでは、まあ、これまではというかコロナの前ですね、コロナの前は、まあ、芸能人の人とかを呼んで、で、まあ、武者行列とかも、まあ、かなり大規模に、やってたんですけれども、さすがにそれは今はちょっと難しいということで、まあ、一応なんか武者隊のパレードみたいなのは書いてあるんですけども、まあ、事前に多分なんか、まあ、人数を絞った、なんか200人だか250人だかなんかそれぐらい の人が、まあ、歩くということらしいんですけれども、まあ、なんであまり芸能人を呼んじゃうと、まあ、その、まあ、見に来る人もまあ増えるし、まあ、密が起きやすいのでということで、まあ、そういうのはしないという方針に決まったっぽいですね。まあ、こういうまあ武者行列はその歩く方も見る方もまあどうしても屋外ではあるんですけども、まあ密になるので、まあ箱根の駅伝なんかもね、箱根の駅伝の場合は走ってる方は密にはそうそうなってないんですけど、まあスタート直後ぐらいしか密にはなってないんですけど、まあ見てる方はねかなりの密で、まあ、見ることになるし、で、まあ、掛け声でもかけようもんなら当然ね、飛沫も飛ぶわけで、まあ、こういうのを、まあ、自治体とか、まあ、そういう行政主体で、まあ、やるのは、まあ、当分はなかなか難しそうだなという、気はしますよね。大東市のやつも、まあ、春に予定されたけど、まあ、これも中止になりましたし、だからまあそういう意味では小田原の観光協会は、まあ、規模を縮小してでもやろうというふうに、まあ、決めたというのは、まあ、それがいいとか悪いとか、正しいとか間違ってるとかっていうのは現時点では分からないので、とりあえず、まあ、見守りたいなという感じですね。まあ、京都も今年はなんか祇園祭の山鉾巡行やるって言ってるので、まあ、それも同じように、まあ、見守りたいなと、まあ、僕自身がまあ行くかどうかはちょっとまあ、その時の状況によりけりだとは思うんですけれども、まあ、ずっとね、まあ、みんなが自粛していくというよりかは、まあそのまあ、いろんな対策をしながらもチャレンジしようという人たちが出てくること自体は僕はいいことだと思うし、まあ、あとは本当に、なんかまあひどいことにならないようにというかですね、そういうトラブルが、まあ、起きたり、まあ、そこで、まあ、クラスターが発生したり、まあ、しないことを、まあ、祈るばかりっていう感じですよね。だからまあ皆さんももしね、見学に行かれる場合は、まあ、とにかく、まあ、安全というかね、その、感染対策には十分気をつけて、出かけていただければと思います。で、そもそものこの小田原北条五代祭りという名称を、まあ、今回使わなかったのは多分ですけど、規模を縮小したからなんでしょうね。このなんか北条五代歴史と文化の祝典という、なんかちょっとよくわからない
ちょっとポエム寄りのなんか名称になってますけど、まあ、これはなんかシンポジウム主体だからかもしれないですね。なんかそういうなんていうのかな、その、イベントと、まあ、イベントはイベントなんですけれども、こう、アウトドアで屋外でこうみんなが集まってというよりかは、まあ、YouTube でもなんかその、公演はなんか見れるみたいなことは書いてあったんですけれども、そういうその、まあ、座って、まあ、黙って聞くみたいな、ちょっとイベントとしての、まあ毛色が違うというかね、まあ、スタイルが違うので、まあ、そういう意味で、まあ、名称を変えたのかなと。だからまあ、来年か再来年か、また、大規模な、まあ、武者行列ができるようになった時に、名称を戻すんじゃないのかなというふうには、思いますね。はい。で、次のニュースなんですけれども、今度は京都新聞の記事で、信長の安土城 AR で6ゾーン復元、滋賀県天守など26年度公開へというタイトルでした。で、本文の方が、織田信長の居城、安土城の復元プロジェクトに取り組む滋賀県は、デジタル技術を活用して城や城下町を見える化する基本計画をまとめた。現地の風景にコンピューターで制作した情報を重ね合わせる AR、まあ、拡張現実などで天守や城下町など6ゾーンの復元を図る。築城450年となる2026年度の公開を目指して25年度には一部公開する予定ということなので、まあちょいちょいね、最近の、このラジオで VR だの AR だのっていうのを紹介する機会が増えてるんですけれども、多分この辺って国の予算がついてるんだと思うんです。その観光 DX みたいなやつで、こういう VR、AR のアプリを作る、まあ、なんていうか、その助成金みたいなものが用意されてるので、まあ、いろんなところがそれを使って作ってるっぽいですね。まあ、そのこと自体は、まあ、僕はあんまり、好きか嫌いかったら僕個人はあんまり好きではないというか、その無駄遣いのなんか匂いがするんですけれども、まあ、ただこういうのを作るために、まあ、しっかり調査をして、でそれがデータとして残っていくこと自体は、まあ、今後生かされると思うので、そういう意味では何もやらないよりは絶対にいいことなんで、どんどんこういうまあ、補助金助成金を使ってですね、お城の調査とか、データ化っていうものに、まあ、取り組んでいただければいいなというふうには、思っています。で、まあ、安土城に関して言うと、まあ、天守の復元案っていうものが、まあ図面がないので結局のところ、まあ、新朝後期の記述とか、まあ、そういうものを元にで、想像して、復元するしかなくて、で、まあ、広島大学の三浦先生とか、まあ、何人かの方が、まあ、要するに復元者によって、結果が違うというかね、復元案というのは全然別で、2つ3つもうちょっとあるのかな、何パターンか復元案というのがあるんですよね。だからそれを例えばこういうせっかく、まあ、データを使って、まあ、AR でやるんであれば、なんかその三浦先生案の天守とか、まあ、誰々案の天守みたいにこう切り替えていけるとか、まあ、そういうのも面白そうだし、まあ、なんだったらなんか、今だったらそういう 3D の、ソフトとかも、まあ、普通のパソコンでも動くので、まあ、そうやって、一般の方からその安土城天守の復元案を募集して、でそれを同じように切り替えて表示できるようにするとか、そういうのもなんか取り組めば、なんていうか、その安土城の天守っていうものに対しての、まあ、関心も高まっていくんじゃないのかなというふうには思いますよね。なんか安土城の天守の復元案とかでも、まあ、よく言う、その、中が吹き抜けの構造になっていたとかですね、まあ、千田先生だったかな、なんかその、巨大なテラスがあったとかですね、まあ、バルコニーみたいな、その、あったとか、まあ、そういうのも、まあ、おっしゃってたりもするし、本当に人によってその新朝後期の解釈っていうのが、まあ、割とその、まあ、異なっ
ってるんですよね。そういうのを別になんか大学の先生じゃないと、そういうの発表できないようにする必要はないので、まあなんかね、統一したデータの形式を決めてしまって、まあ、それで受け付けてこの AR の中に取り込めると面白そうだなという気は、します。まあ、あとは、まあ、これは安土城に限った話じゃないんですけど、まあ、安土城もそうだし、例えば上杉謙信の春日山城もそうなんですけど、今行こうと思うと、まあ、ちょっとなんていうか、その中心部から外れてるというか、まあ、それこそ公共交通機関ではなかなか行きづらい場所に、まあ、あったりするわけなんですけど、戦国時代の当時はまさに安土だったり春日山っていうのが、まあ、その国 の、 まあ、中心部というか、まあ、首都に、と、まあ、位置づけられていたわけ で、 そういうなんかその当時の、中心地であったことがなんか分かるような情報ももっともっとこう、まあ、整備していってほしいなというようには、まあ、これは結構よく思いますね。まあ、当時の交通網だったり、まあ、そういうなんかね、人の流れみたいなものが、まあ、見えるような、まあ、安土城の場合はなんか一応記事には琵琶湖の水運みたいなものがこう分かるようにするみたいなことも書いてあったので、まあ、当時の安土城があった頃は、まあ、今は安土山の周辺っていうのはもう全部、なんていうかその田んぼや畑も含めてこの埋め立てられてるんですけども、当時はもうギリギリまで琵琶湖の内海が、まあ、来ていて、つまり、山のふもとからそのまま船に乗って、まあ、琵琶湖に、まあ、出ていけるというような、まあ、作りだったので、まあ、そういうその、まあ、湖の城と書いて湖上の、性格を持ってたんですが、まあ、今はそれなかなか現地に行っても実感できないので、まあ、そういうのが分かるっていうのも一つね、まあ、データでデジタルで復元するから、まあ、できることかなと思うので、まあ、そういうのもどんどん見せてほしいですよね。あとはこれ僕信長って、なんていうかその一昔前の信長像っていうのがなんていうかその、うん、古い価値観を打破してみたいな、そういうで最近 の、 まあ、研究だと、まあ、意外とそうでもないと、割と、まあ、古いしきたりというか、まあ、いわゆる当時の常識っていうものを、まあ、しっかり重んじていて、で、まあ、幕府の再興も、まあ、目指していて、で天下布武っていうのも別に全国を、まあ、武力で乗っ取ろうみたいな、そういうなんか野心にあふれたキャッチコピーではなくて、まあ、畿内周辺、まあ、京都の東宗の周りを、まあ、きちんと武家政権である、まあ、要するに、まあ、室町幕府というものを、きちんと元の姿に戻しましょうみたいな、まあ、そういう、まあ、控えめというか非常に保守的な、キャッチコピーだったみたいなことを、まあ、言われてますけれども、ただそういう中でも僕がなんか信長のエピソードで、まあ、結構なんていうかエキセントリックというかその、うん、未来感があるというか、当時の人との、感覚としてはちょっとなんか異質というか飛び抜けてるなと思うエピソードのがこの安土城にまつわるもので、で、まあ、一つは安土城をの周りに山ほどなんか提灯とかを、並べてライトアップしたっていう話があるんですね。で、まあ、夜すごいもう山火事のようにこう照らされてですね、で、まあ、安土城の天守がまあ、周囲から、まあ、見えたというようなエピソードが書いてあったり、で、あと本丸御殿に一般の人が見学できるようにしたらしいんですよ。で、なんか1人100文と、まあ、大体なんか今の金額に直すと、まあ、5000円から1万円ぐらいらしいんですけれども、でその入場料を取って本丸御殿を、まあ、見学できるようにした、まあ、要は一般公開ですよね。で一般公開をした際に信長は自らその、入場料を、まあ、受け取っていたと、要するにもぎりを、やっていたっていうのが書いてあって、
で、これは他に例を見ないと思います。楽市楽座とかは他の大名がもっと先にやっていたとかですね、いろんなそういう事例っていうのは出てくるんですけれども、この本丸御殿、御殿を、一般の庶民に公開をして、かつ入場料を取ったと。で、しかもそれを自分が、大名自ら、受け取っていたみたいな話は、聞いたことはないので、やっぱここが信長っていう人のなんか当時の、常識離れしたというか、ちょっとなんか、違う感覚を持って生きてる人っていうのの、一つなんか象徴というかね、証明かなというふうに思ってるので、だから VR でこの安土城を見せるんだとしたら、そういう夜提灯でライトアップされてるところが見れるとか、で本丸御殿跡に行けば、当然 VR で本丸御殿は建物の再現とかはされると思うんですけども、そこに信長がいて、でそのもぎりをやってるような感じにしてくれるとかですね、そういうのがせっかく、データでやるんだったら、そういう、デジタルならでは の, なんか、おもてなしというかね、その演出をしてもらえるといいかなというふうには思いますね。で、さっき言った通り、補助金助成金の絡みなのかどうかちょっとわからないんですけど、今週結構その VR とか、にまつわるニュースがあったので、関連した話題としてちゃちゃっと、紹介してみようと思います。まず一つが秋田放送にあった記事で、よみがえる秋田城スマホやタブレットで体験というので、秋田城周辺に広がっていたとみられる風景を VR 仮想現実など最先端の技術で立体的に再現し、スマートフォンやタブレットを使って体験してもらおうという取り組みが4月から始まりましたというので、URL を、開いていただければ、動画が、ABS 秋田放送 の, テレビの、テレビ局のサイトなので、そのニュース の, 映像が、ずっとは多分載ってないと思うんですけども、多分今日明日とかだったら全然見れると思うので、見ていただければと思うんですが、こういう、タブレットを使って、VR 復元するっていう、ニュースがありました。これはね、ストリートミュージアム、前にも紹介したと思うんですけども、ストリートミュージアムを使って配信しているので、独自のアプリというよりかは、ストリートミュージアムの、なんでか、カセットを追加するみたいな、そういう仕組みになってますね。で、見てると、なんていうか、これで全部が完結するとは全然思わないんですけども、ただやっぱり、こういう VR とかで、見てるのはパンフレットの代わりにはなるのかもしれないなという気はしました。つまり今パンフレットで、しかも建物がないところに、行くとですね、これ工場団に投稿される写真もそうですけれども、要は草むらみたいなところを、撮って、ここに何とかっていう建物がありましたみたいなことを言うしかないんですけども、そういうせいぜい、石碑とか、案内板みたいな、そういう立て看板で書くしかないんですけど、そこにこういう VR で建物を復元した上にアプリ上で、紹介文も表示してあげれば、そっちの方が確かに分かりやすいだろうなというふうには思うので、こういうデジタルパンフレットみたいな形でこの VR は生かしていけるかもなというふうには思いました。これはもう、建物を建てるコストに比べると、アプリを作って、メンテするコストの方が絶対に安いので、そういう意味でも、理にかなっているというか、いろんなところが取り組めばいいのになっていうふうには思います。でもう一つ、ちょっと似たような話題で、今度はメタバースの方の、ニュースになるんですけれども、琉球新報のサイトにあった記事で、スマホで首里城をバーチャル散歩、花火やガイドツアーも26日に公開という記事がありました。
沖縄の観光地などを仮想空間上で体験できるバーチャル沖縄を運営するアシビカンパニーは、新たに首里城エリアを26日に公開する。首里城エリア公開に合わせてスマホからも簡単にログインできる簡易体験版に対応する予定という、で、まあ、どういうものかがちょうどわかるの、動画が、FNN プライムオンラインのサイトで、これもさっき の秋田放送と同じような感じで、体験された方 の、ニュース映像が上がっていたので、それを見ていただくのが一番いいかなというふうには思いますが、まあ、なんていうのか、ちょっと、僕と同世代の方であれば、10年ぐらい前ですかね、セカンドライフっていうなんか、その、今のメタバースなんですけども、まあ、そういう CG の中をアバターが歩くみたいな、まあ、そういうのを、がちょっとだけ流行った時期があったんですよね。で、まあなんかそこに未来を感じた人たちも、まあ、いて、まあ、僕は感じなかった方の一人なんですけども、で、まあ同じようなことがまた起きてて、でもただこれが、2度目だからうまくいくかもしれないし、でやっぱりうまくいかないかもしれないんですけれども、まあなんかいろんな人たちが、まあ、最近メタバースに投資もしてるし、で、まあ、それこそ、Facebook とか、Apple とか、そういうね、大きな会社、まあ、Google もそうですけども、まあ、大きな会社が投資もしているので、まあ、このメタバースが、まあ、何か、その観光とか、まあ、僕らの近いところで言うと、歴史とか、お城巡りとかっていうところにも、まあ、何らかの影響は出てくるんだろうな、というふうには、思ってます。で、まあ、とはいえね、僕の立場というか、工場団としては、まあ、現地に行ってもらってなんぼなので、仮に、まあ、こういうそのデジタルな、なんだか世界と、つながったり、なんか自分たちでやるとしても、やっぱそれは、現地に行こうっていう、その、なんていうか、動線というかね、そのゴールは、現地で、見ようっていうところに、まあ、落とし込むと思っているので、そういう意味ではなんか、積極的に、なんか、この領域に、こう、踏み込んでいこうという気はないんですけども、まあ、一応、気にはしているというか、まあ、どんな風に、まあ、使っていけるのか、どんな風に、その、城巡りを楽しくできるのかなっていう、まあ、観点で、まあ、逆にそれが楽しくできそうなんであれば、自分で全部やらないにしても、まあ、なんかどっかと組んでですね、やっていきゃいいと思うし、で、あんまりそのプラスアルファはなさそうだなってなれば、まあ、別に今まで通りでいいやっていうふうにもなるので、まあ、この辺はもう少し、いろんな、人たちが、まあ、知恵を絞って、まあ、いろんなアプリとかも今後増えていくと思うので、まあ、そういうのを見ながらちょっと考えていこうかなというふうには思います。まあ、ただ、現時点の、感想としては、まだちょっと、よくわからんというか、様子見かなっていうところですかね。まあ、こういうのを、楽しんでらっしゃる方がいたら、ぜひ、どんな風に楽しんでるのかを、教えていただけると嬉しいです。まあ、一応、26日に、この中、アプリなのかな？ちょっと、ブラウザで使うのか、ちょっとそこもわからないんですけども、スマホでこの首里城が、バーチャル散歩できるというのが26日公開って書いて、まあ要は明日ですよね。まあ、明日公開されるそうなので、まあ、それはちょっと自分のスマホでも試してみようかなというふうには思っています。はい。で、次の記事は、山陽新聞デジタルにやった、記事で、大改修の岡山城漆黒の壁現れる、工事用足場シート撤去開始というタイトルで、本文の方が、岡山市は21日大規模改修中の岡山城天守閣を囲んでいた工事用の足場とシートの撤去を始めた。岡山空襲で焼失する前の漆黒を再現したという城壁の一部が姿を現したと
いう、まあ、内容なんですけれども、もともとなんか別に岡山城って工事の前も黒かったような印象があったんですけども、より黒くなってるのか、ちょっと前は黒じゃなかったところが黒くなったのか、その辺はちょっと記事では分からなかったんですが、ちょっと全体がね見えてくると、以前との、まあ、比較写真みたいなものも、まあ、多分まあ僕は作らなくてもどっかの新聞社が作ると思うんですが、まあ、そういうのでちょっと見比べてみたいなとは、思います。まあ、右城とねいう別名が、まあ、ある岡山城なので、もともと黒い、天守なんですけれども、右城でいうと、松本城は烏城、まあ、同じように同じ漢字を書くんですけれども、烏城と呼ばれることが多いんですが、あれはなんか松本市的には呼ばないでくれっていうふうに、なんか案内されてますね。なんか歴史上その烏城と、松本城のことを烏城と呼んだ、なんかその文献は今のところ見つかってないっていう話で、だけど誰が言い出したのかはさっぱりわからないんですけれども、姫路城が白鷺城なんで松本城は烏城だっていうような、なんかこの、まあ、東西というかこの白黒の、まあ、対比として、まあ、よくなんか松本城の紹介の際に烏城っていう、まあ、別名烏城と呼ばれる松本城はみたいな書き出しで、説明文が始まることが多いんですけれども、それはもうオフィシャルの、回答としてはなしですっていうことを言ってましたね。で、工場団にも以前なんかそれでメールをいただいたことがあって、別名のところに烏城っていうのを入れてたん で、まあ、そうやって呼ばれたことはないんですよっていうご連絡をいただいたので、まあ、それは消して、で一応まあそれでもまあ烏城で検索した時にまあヒットしないのもまあ不便かなと思って、一応検索にはヒットするようにはしてあるんですけれども、別名のところからは、まあ、そのご連絡をいただいたときに消したという、まあ、経緯がありますね。まあ、ちょいちょいこんな風にその自治体とか観光協会の方から、まあ別名の追加のねご連絡をいただいたり、あるいは、こういう名前で呼ばれたことはないんですよみたいな訂正のご連絡をいただくことはあるので、まあ、その都度まあ、すぐに、対応してるっていうのが、まあ、あんまりみんなには話すことはないんですけれども、まあ、そういうことも、まあ、日々、まあ、日々っていうほど頻繁ではないんですけども、たまに連絡をいただければやってるという感じですかね。で、同じ、まあ、岡山城の、まあ、関連した、ニュースでいうと、朝日新聞デジタルに出てた記事で、後楽園の入園者過去最少、コロナ影響岡山城もというタイトルの記事が出てました。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、岡山後楽園の2021年度の入園者数が過去最少の26万7801人に落ち込んだ。向かいの岡山城も大規模改修で長期休館に入ったことで客足が激減した。関係者は11月の岡山城のリニューアルに期待をかけているということで、まあ、岡山城の、まあ、もちろん後楽園の方も、まあ、原因は、まあ、コロナっていうふうにはっきりしているし、で岡山城も、まあ、コロナ禍に加えてこの休館っていうのが、まあ、理由としてはねもうめちゃくちゃはっきりしているので、まあ、こればっかりはしょうがないのかなと。一応数字としては、岡山城の天守閣、まあ、いわゆる有料入場に関して言うと、21年度は1万8377人ということで、まあ、過去最少だったんですけど、まあ、ほとんど休んでるので、まあ、これはまあしょうがないですよね。で、まあ、今年、まあ、今年度も、結局、11月3日にリニューアルオープンなので、まあ、11、12、1、2、3と、まあ、5ヶ月しか、まあ、ないから、まあ、そんなに、まあ、はい、まあ、連日ね、すごい人が来たとしても、まあ、それほどの、ね、過去と比べてしまうと、どうしてもね、少なくなってしまうと思うので、まあ、こういうのって、だから、まあ、年度で、集計しているところであれば、
4月にオープンするのが多分一番なんていうかそのインパクトが出るんですよね。姫路はどうだったか、あれ年度だったのかな。まあ、仮に年度だったとしたら、姫路城の場合は3月の末にリニューアルオープンしているので、まあ、一番まあ、インパクトは出やすいタイミングで、まあ、オープンしてますよね。こういうのも、まあ、うちで、まあ、集計しているときは、まあ、そこが年度集計なのか、それとも年で集計しているのかっていうのは、きちんと区別しているので、まあ、そういうのも、まあ、今後ね、将来的に分析していく上では、きちんと、まあ、こういういつからいつまで休みだったとか、まあ、いつ、まあ、オープンしたみたいなことも、まあ、リニューアルオープンしたっていうことも、まあ、こっちはニュースの方で、まあ、拾ってるし、で、まあ、今ちょっとデータがあんまりその正確ではないんですけれども、まあ、天気のデータも、まあ、あるので、まあ、例えば、まあ、ある年は週末に雨が多かったとかですね、であるいは、ゴールデンウィークのほとんどが雨だったみたいなことも、まあ、ちゃんとしたデータをお天気のデータを、まあ、取って残していけば、まあ、将来的にその天気と天気の情報も踏まえた、まあ、分析もできるようになるので、この僕らが、まあ、まあ日々やってるそのニュースを集めることとか、まあ、天気のデータを、まあ、取って、保存していくとかで、まあ年に1回ですね、まあ、こうやってその、全国の、まあ、自治体観光協会にお城の入場者数を、まあ、聞いて回るみたいなことを、まあ、全部組み合わせていくことで、まあ、工場団でしか、まあ、できない、まあ、できないというか、まあ、出せない、情報っていうものが、まあ、1個、まあ、出来上がるし、まあ、その、情報は、まあ、どんどんみんなに共有していって、で、まあ、どういう形かは、まあ、ともかくとして、まあ、少しでも、まあ、全国のね、お城を盛り上げる、まあ、手伝いができればいいなというふうには、思ってます。まあ、今年のというか、去年度と、まあ、21年度、あるいは2021年の、数字については、まあ、ゴールデンウィーク明けぐらいからちょっと調査を始めていって、まあ、今回、この岡山城の数字は、まあ、新聞報道で、まあ、出てたし、まあ、いくつか の数字っていうのは大体新聞に出るんで、そこからも取るんですけども、まあ、逆に言うとほとんどのお城の数字は新聞にはなかなか出てこないので、そういうところはまあ直接問い合わせて、まあ、エクセルを埋めていってですね、で、まあ、夏ぐらいにまた、例年と同じように、まあ、公表できたらいいなというふうには思っています。はい、で、今日もまあ長くなってきてるんですけれども、もう一個だけちょっと紹介しておきたい記事があって、まあ、これでも結構今回は捨てたというか、まあ、弾いたんですよね。で、まあ、やっぱ春でイベントが多いのか、年度が変わって、なんかいろいろ、新しい取り組みの発表が増えてきてるのか、ちょっとわからないんですけど、まあ、今回というか、今週は、かなりいろいろと、お城絡みの、ニュース記事っていうのが、引っかかりました。で、まあ、その中でも、まあ、ちょっとこれは入れときたいなということで、最後に紹介するのは、実はニュースではなくて、なんかコラムみたいなやつなんですけれども、NHK 松山放送局のサイトに出てたやつで、宇和島城は海だったという、まあ、最後クエスチョンマークで終わってる、タイトルの記事なんですが、まあ、内容としては、まあ記者の方が、まあ宇和島城に、まあ、行ってですね、で、まあ、学芸員の方にいろいろ教わるという、まあ、体の内容なんですけども、冒頭だけちょっと読みますね。視聴者の40代の男性からこんな投稿が寄せられました。宇和島城はもともと海に囲まれていたと知った。その時代の地理が知りたい。宇和島城の周りは海だった。松山市出身の私にも初耳でしたが、早速調べてみました。ということで、記者の方がいろいろ調べるんですけど、松山市出身で、宇和島城の周りが海だったっていうことを知らないのも、まあ、なかなか珍しいというか、まあ、実際この方が調査していくと、まあ、宇和島の方に聞けば、まあ、ほぼ 100% 海だったことは知ってたみたいな、
調査結果もあったので、まあ、松山と宇和島はまあ多少離れてるとはいえ、まあ、同じ愛媛県内なので、まあでも、まあ、同じ愛媛県内だから知ってるっていうのはちょっとあれなのかな、その、なんていうか、その、期待しすぎというか、まあ、無茶な要求なのかもしれないですね。実際のところ、まあ、海だったそうですよ。で、これはね、お城の分類の難しいところで、よくほら、平城、山城で、その間の平山城みたいな、分類がされるんですけれども、一方で、海の近くにあるお城のことを海城と言いますよね。で、あるいは、まあ、さっきの安土城のように、湖の近くにある、お城のことを、まあ、古城とかっていうふうに呼ぶんですけれども、例えば、海の近くの、山にあるお城であれば海城かつ山城っていう風になるので、この分類自体はまあなんというかその、確率的ではないんですよね。ダブるんです。だから単純にそのまあ麓からの飛行でまあ見ていく、まあその、天守とか本丸まで の高さでまあ、算出するというかね、その分類するっていう方法と、まあ、立地というかね、その、海の近くにある、湖の近くにあるみたいな立地で、まあ、見ていく場合で、立地といっても例えばその同じような、飛行でもいわゆるその、断崖絶壁にある場合っていうのはどこ起点かによって飛行って変わるんですよね。沼田城なんかは、まさに、ああいう河岸段丘の、上にある場合、もちろん段丘の下から測れば、まあ、相当な高さですよね。沼田駅から、歩いたことのある方であれば、この市街、まあ、市街っていうほど、まあ、すごい、町が栄えてるかっていうと、そうでもないんですけれども、市役所とかがある方は、この段丘の上にあるので、まあ、僕も一回行ったことはあるんですけども、駅から市役所まで行こうと思うと、もう本当に、なんで、まあ、ベタな表現だと、心臓破りの坂と、呼ばれるであろう、急な坂道を、まあ、登ってですね、で、行ったのをよく覚えてますけど、ああいうふうな、その坂の、まあ、下を、起点にすると、まあ、かなりの飛行になるし、だけど、上に上がっちゃうと、もう、ただただ、平坦な、まあ、もちろん若干の、まあ、高低差というか、坂道はあるんですけれども、まあ、基本的には、その向こうはずっと、まあ、平たい、土地が続いていると。まあ、大阪城なんかも、いわゆる上町台地という、その台地上にあるので、その北側は、まあ、高低差があるんだけど、まあ、南側は、まあ、ずっと、まあ、台地というか、まあ、平地がずっと続いてるんですよね。まあ、故に真田丸を築かなければ、まあ、南側の守りが手薄だということで、まあ、雪村、まあ、信繁はですね、まあ、真田丸を築いたわけなんですけども、まあ、こんな風にお城の立地って、まあ、どこを基準に見るかによっても全然変わってくるので、まあ、あんまり山城とか平城とかっていうのにその厳密性がないというか、厳密さを求めようとすると分からんっていうその答えにしか、ならないんですよね。で、この辺は大体がその江戸時代のその軍学者が、まあ、作った分類なので、あんまり実践的ではないんですよね。で、その辺も踏まえて、まあ、見ていくと、まあ、この宇和島城っていうのは、まあ、山の上にあるし、で、かつては、まあ、海の、際にあったということで、まあ、山城かつ、海城。で、なんだったら、その、崖の、まあ、なんていうの、崖旗城っていうんだっけね。なんかそういう呼び方も、なんかあったと思うんですけども、まあ、そういうふうに、まあ、いろんな、まあ、分類はできるお城なんですが、まあ、いずれにしても、当時は、まあ、海が、まあ、すぐ近くまで、来ていたと。いうことなんですよね。で、まあ、簡単に、まあ、もうこれも今日はもうこの辺の話をして、もう終わろうかなと思ってるので、まあ、雑談半分雑談というか、
そういう緩い話で終わっていこうと思ってるんですが、宇和島藩の歴史としては多分宇和島城を作ったのが藤堂高虎でとか、あるいは、宇和島藩主として有名なのはいわゆる宇和島伊達家にあるっていうことは、まあ、大体、知ってるかなというふうには思うんですけども、もともとはなんか、富田という家が、富田家が、藩主、初代藩主だったんですよね。だけど、改易になったんで、一回幕府の、管轄になり、でその後、伊達政宗の、長男なんだけど、側室の子ということで、伊達家を、仙台派の伊達家を継げなかった、伊達秀宗という人が、十万石で、入りますと。要は、独立するんですよね、仙台藩から。でこの秀宗のっていう人が、まさに宗は政宗の宗なんですけども、この秀っていうのがもう漢字の通り秀吉からもらってるの で秀吉からもらった名前を、持ってる、その大名の子息っていうのは、江戸時代生きづらいわけですよね。豊臣との関わりがあるっていうことで、あんまり、いい目で見られないので、だから他の大名家でも、嫡男であっても、秀の字をもらってるから、ちょっと、徳川を、に遠慮をしてですね、で、次男に後を継がせるみたいなことも、いくつかの事例であったと思います。で、伊達家の場合は、加えて、側室の子だったということで、秀宗は、仙台藩を継げずに、だけど、それでもこうやってね、十万石の、藩を、家を、作ることができたので、かなり優遇されてると思うんですけども、でこれね、見てると、この秀宗の母親っていうのが、よくわからないというか、ややこしいんですよね。で、大河ドラマの独眼竜政宗を、見てた人であれば、秀宗のお母さんっていうのは、いわゆる猫御前ですよね。でも猫御前は、実在しないんですよ。で、少なくともそう呼ばれていた側室っていうのはいなくて、で、事実っていうのも、結構いろんな説があるみたいなんで、ここで断定もできないんですけど、ただなんか一応の事実としては、この秀宗の母親は、心臓の方っていう呼ばれ方をしている側室で、この方が秀宗のお母さんであろうというふうに言われてます。でも、猫御前っていうのは、要は飯坂家の、娘ですよね、だから多分信長の野望みたいなああいうゲームだと飯坂猫っていう、名前で出てたと思うんですけども、この飯坂の局っていう側室も政宗にはいたんですよ。でこの猫御前っていうのは独眼竜政宗の、原作になった、山岡宗八さんの、小説伊達政宗で、猫御前というキャラクターは独自に作られた、架空の人物なんですけど、それはどうやらこの心臓の方という側室と、飯坂の局という側室の、2人を、混ぜて、作ったんじゃないのかなというふうに言われてるんですね。でこの心臓の方という、側室が、秀宗を生み、でかつ、もう一人宗清、後に宗清と呼ばれる子供も、産むんですけれども、でこの宗清っていう人が、飯坂の局の養子になって飯坂家を継ぐっていう、だからすごいややこしいんですよ。この、心臓の方という側室と飯坂の局っていう2人の側室がいて、で心臓の方が産んだ、2人の子供のうち1人は、伊達秀宗として宇和島藩主になり、でもう1人は飯坂家を継ぐっていう話に、なってるので、この辺の、で、特に側室とかの記録ってそんなにたくさん残ってないので、混同されてるケースとかが結構ある。でウィキペディアとか見てても、どっちもなんか飯坂宗康の次女っていう風に書いてあって、だけどページは別々になっているみたいな。で、心臓の方の方のページには、
伊坂の局とは別人だって書いてあるんだけど、どっちの方にも伊坂宗康の次女っていう風に書いてあって、それ同一人物じゃんみたいな、だ書いてる人たちも混乱してるみたいな、状態なんですね。で、まあ、どうやらこの心臓の方という方が、6号伊賀守っていう人の娘らしいです。で、伊坂の局の方は、まあ、もちろんそのまま、伊坂ってついてる通り、でこっちは、まあ、伊坂城主、伊坂宗康の次女っていうのが、まあ、そのまま正しいみたいなんですけれども、この辺の、なんで混乱っぷりというかね、別名っていうふうに説明してる、まあ、ページもあるし、だからなんか、結構ね、まあ、これだけ有名な武将の話なんですけれども、まあ、少し側室となった瞬間、結構もうあやふやになってくると。で、ましてや伊達秀宗の母っていうね、まあ、江戸時代、まあ、初期では、まあ、それなりの、まあ、大大名の、まあ、お母さんなんですけれども、それでも、記録がはっきりしないっていうのが、まあ、なかなか面白いというかね、その歴史っていうのは、まあ、僕らが知ってるのはほんの一部なんだなということを、まあ、改めて、まあ、実感させられますよね。で、話を、その戻すとですね、宇和島城がなんでその周りが海じゃなくなったのかっていう話にもちゃんと理由があるんですね。で、秀宗が十万石で、まあ、入るんですけども、まあ、秀宗が隠居して、まあ、亡くなると、この五男の、宗純っていう人が三万石、つまり十引く三で、三万石を、まあ、分地されて、で、伊予吉田藩っていうのを作るんですよ。つまり、もともとの宇和島藩は十万石から七万石に減っちゃうんですよね。で、十っていう数字は、結構江戸時代のその家の格、価格としては、重要なその敷地になっていて、10万石とか10万石格っていうんですけど、でなるとちょっと待遇が良くなるわけです。で、まあ周囲の見る面も変わるんですよね。だから宇和島藩としては要するに格下げになったっていうことで、10万石に戻したいということで、まあ、結構神殿開発を頑張りましたと。で、その過程で、お城の周辺も含めて埋め立てまくりましたということが、このもともとお城の周囲が海だったんだけど、海じゃなくなりましたっていう、まあ、理由らしいんです。で、まあ、見事まあ、宇和島藩は、その後ですね、10万石、まあ、そのなんか再計算し直してもらって、幕府に10万石として認めてもらったので、まあ、晴れて10万石の、まあ、待遇を、まあ、得ることに成功するんですけども、10万石格になるっていうのは、まあ、それだけ、まあ、いわゆるその、お手伝い武神という、まあ、僕らがよく知っているのは天下武神という表現ですけども、まあ、お手伝い武神っていうその、まあ、幕府に命じられて、まあ、いろんな工事に駆り出されるわけですけれども、この工事に駆り出される時っていうのはまさに石高に比例するんですよね。で、10万石の人のに与えられるその何ていうか、その仕事量っていうのが、まあ、かなり大きくなってしまって、で、幕府の財政はめちゃくちゃ圧迫されましたみたいな、まあ、笑えないオチというかですね、石高増やしたのに、藩の財政はなんかむしろ悪くなったみたいな、まあ、オチがついた、まあ、コラムが載ってたので、まあ、これは結構、まあ、読んで、まあ、勉強にもなるし、まあ、ちょっと面白いなと思ったので、紹介しました。こんな風にそのなんか歴史を見ていくときに、まあ、宇和島城が海だったっていう話から、まあ、なんで海じゃなくなったのかと、でそれはまあ埋め立てたからなんですけども、まあ、なんで埋め立てたのかっていう時に要するに7万石から10万石に増やしたかったから埋め立てましたみたいな理由が見えてくるとちょっと面白いですよね。
だから、この間のブラタモリとかでも、まあ、この間のやつはやってなかったけど、前にブラタモリで東京、まあ、江戸をやった時にも、まあ、日比谷入江とかね、あの辺を、まあ、埋め立てたのは、まあ、要するに、その、まあ、江戸城周辺に、あの、大名屋敷を作らなきゃいけない時に、まあ、土地を、が足りないので、まあ、土地を増やすために、まあ、どんどん、まあ、埋め立てていったと。で、加えて、江戸時代っていうのは火事が多かったので、そういう火事で、まあ、特に、まあ、明暦の大火とか、まあ、ああいう大規模な火災が起きた時っていうのは、そういう、まあ、廃材みたいなものを、まあ、どんどん海に捨てていくので、まあ、それで、まあ、築地みたいな、まあ、土地が、まあ、生まれていくというか、まあ、その作っていくみたいなことが、言われたりとかですね。まあ、大体まあ何かしらのその意図というかね、理由とか背景があるので、まあ、こういうのを、知っていくと、なんかね、ちょっと面白いなというふうには思うし、まあ、そういうなんか楽しみ方を、まあ、僕は好きだし、みんなにも、どんどん進めていきたいなというふうには、思ってます。で、ちょっと、まあ、最後に一言だけ、話そうかなと思ってるのが、今年の、団員総会の件なんですけれども、まあ、昨日、おととい、榎本先生と、話をしてて、で、まあ、夏に、お城フェスっていうイベントが大阪でありますっていうことは、前に、お知らせしたかと思います。で、まあ、僕は、まあ、普通に一般の観光客として、まあ、来場客として、まあ、行くつもりで、工場団としてブースの出店は、まあ、ないっていう話も、したと思うんですけれども、であれが12、13、14なんですよね。で、その前後に、工場団の、まあ、イベントをくっつけようっていうところまでは、まあ、したかと思います。で、カレンダー見ると、11日が祝日なんで、11日に、団員総会とか、まあ、もし、多分でも二条城のガイドツアーをやるには、結構混んでるので、まあ、難しそうだと思いますが、まあ、少なくとも団員総会は11日に、まあ、やろうかなと。で、まあ、そしたら、榎本先生も来れるとか言ってたので、まあ、じゃあ、ぜひぜひ、みたいな話を、まあ、してたんですが、まあ、場所はまだこれから、決めて、まあ、予約もするので、なので定員とかもまだ決まってないですし、まあ、感染対策含めてどこまでその人を入れられるかっていうのは、まあ、会場次第と、まあ、あとはその対策、行える対策次第ではあると思いますが、まあ、なるだけその、まあ、屋外ではその雨降った時困るのでやれないんですけども、まあ、窓が開けれるようなね、ところでやろうとは思ってるので、ちょっとこの辺は、まあ、5月中ぐらいには決めて、まあ、発表をしたいなというふうには思ってますので、一応8月11日を、開けといていただけると嬉しいです。で、まあ、そのままその日、まあ、京都なり大阪なりに泊まっていただいて、8月12日に大阪の、お城フェスに、まあ、行けば、まあ、いいんじゃないかなと、まあ、僕も、まあ、多分12日に行くと思うので、まあ別に一緒にみんなで一緒に行くわけじゃないんだけど、現地でまた会えると、思いますので、まあその辺は、まあ12日に多分行くと思います。もしかしたら別の日に行くかもしれないんだけど、まあ、その辺はちょっとおいおい決めたら、連絡しますけど、一応そういうイメージで今のところいますので、まあ、8月11、12ぐらいに、まあ、京都、大阪に、まあ、来ていただけると嬉しいです。まあ、団員総会はね、もうずっと、ここ2年やれてないので、まあ、今年こそはと思っているので、まあ、まず8月に、チャレンジをして、で、まあ、多分夏より冬の方がリスクは高いと思うから、できれば僕としては夏にやっちゃいたいんですけども、まあ、仮に、その時に感染者がすごい増えて、で県外に出ちゃいけないみたいな話になってたら、また、年末ぐらいに、まあ、リベンジというかもう一回、調整を、まあ、しようと思ってます。まあ、それでもダメだったら、まあ、やっぱり今年はダメでしたになるんだけど、まあ、一応なんか
ね、まあ、この状況で、まあ、いろんな各地のイベントも、まあ、徐々に再開しつつある状況で、まあ、こう冗談としても、少しずつでも、リアルなイベントを再開していければなというふうには思っているので、まあ、やった際には、開催できた際には、ご参加していただけると嬉しいです。ということで、今週も、はこの辺で終わりにしたいと思います。今日も聞いてくださってありがとうございました。今週も1週間楽しく乗り切りましょう。ではまた。